みなさんこんばんは。3月19日金曜日のセキュララジオのお時間です。みなさん1週間お疲れ様でした。明日お休みの方もそうでない方も金曜日の夜を私たちと一緒に過ごしませんか。本日のナビゲーターは元プランナーのまゆとウェディングオタクの私キーでお届けしていきます。さて今夜のセキュララトークは深いです。何ですか。見積もり交渉ってありなしをセキュララにお話しいただきたいです。わーお断りします。これはどこの段階、あの見学した時の見積もり交渉ですかね。はい、だから結構ネットだったり、あの情報誌を見ていて、こういうネタ見積もり交渉ってできるのかっていう話題があって、確かにそこは気になる。ここはなんとも、まあ、答えのないお話ではあるんですけど、じゃあ見学するときに見積もり交渉をありなのかなしなのかって言ったら、もうどっちって言われたらありです。あり、ありだと思います。なんでかって言ったら、別に気持ちを伝えるのはタダだからっていう確かに、そうですね。そのお客様の立場になれば、この金額って難しいとかっていうのが基本的には、まあ、思っていることに関しては何でも式場の方に一つの意見とか希望として伝えるべきだと思います。なぜかって言ったら、あ、金額がネックなんだなとか、プランナーさんもそれで分かるんですよね。何もおっしゃらないで分かりましたってなっちゃうよりは、よりお二人も希望に近づける可能性もありますし、プランナーさんも二人の希望に近いご提案ができる、まあ、扉が開くっていうイメージですね。その交渉がスタートすると。なるほど、はい。結構交渉される方もいらっしゃるんですか。そうですね、私今まで1200組以上見学にいらしたお客様ご案内しましたけど、4割ぐらい、いや3、4割ぐらいの方は何かしら、そのお見積もりの交渉っていうことは受けたことがあります。でも、今の話は交渉がありかなしかっていうことだから、してくださいって言ってるわけじゃなくて、ありかないかで言えばありなんですね。ただすごく違うところはやっぱり車とかって値引きあるんですかね。なんか家賃とか、たまに家賃も値引き交渉とかって聞くと思うんですけど、結婚式に関してはどうしても、じゃあこの1個の商品がいくらですっていうんじゃなくて、いろんなものが詰まって最終お見積もりができているので、正直なところ値引きがなかなかしづらいところがあります。でも、同じ、まあ、同業者で他のプランナーさんから聞くと、値引き交渉は全然受けてますっていう会場も聞いたことありますし、本当に特典として割引できるのが決まってるっていうところも結構あると思います。式場によって違うね。違いますね。でもやるならやった方がいいよっていうところですね。一応ね、やっぱり希望は、言い損より言わぬ損みたいな言葉あります。言わないで後悔する、言って後悔する、そんな、なんか言葉みたいな感じであるかなと思います。まゆさん、はい、さっきちらっと特典っておっしゃったと思うんですけど、特典って何ですか。特典っていうのは、まあ、なんていうんですかね、キャンペーンみたいなところと近く、なんかイメージしやすいかと思うんですけど、まあ、割引ですね。何かっていうと、結構その式場に本当によるんですけど、大枠どういうものがあるかって言ったら、まあ、旅行と一緒で月によって金額が違う割引があったりしますね。例えば、結婚式だと春ややっぱり秋が人気っていうイメージあると思うんですね。そうすると基本的にやっぱり真冬と真夏は安い、まあ、そこに割引が金額で引かれたりとかっていう特典があったりとか、あとは当日ご決定したら、その場で何十万円割引しますっていう即決特典があったりとか、あとはビッグフェア、ビッグブライダルフェアになった時にこの期間に来てくださった方にこういう割引しますっていう特典があったりとか、私がいた時は一番朝の早いフェアが9時だったんですけど、9時だったら朝のフェアの特典、そんなのもあるんですか。あります。なんかそれはお見積もりからの割引っていう場合もあれば、例えばディズニーチケットとか、
ああ、物で特典、物で特典っていう場合もあります。なんかさ、引き出物プレゼントだったりとか、あとなんか宿泊プレゼントとか、なんかいろいろやってましたね。なるほど。インスタグラムの広告でも出てきます、キャンペーンのお知らせが、はい、あ、広告私もすごい出てくるけど、ってことは結構ウェディング調べてるのさすがオタク、ターゲットにされてます、広告のなるほど、そうですね、はい、これが表示されたら、うん、割引、お得に結婚式ができますが出てきます。そう、そういうのも本当に、まあ、特典とかキャンペーンの一つだと思います、はい、見積もり交渉はありかなしかって言ったらありだと思うんですけど、はい、どこが一番値引きやすいポイントっていうか、例えば車だったら車で値引き交渉だと思うんですけど、ウェディングに関してはいろんなアイテム、ブーケ、ドレス、引き出物とかいろんなアイテムがあるんですけど、どこだったら一番値引きやすいとこなのかなっていうのが気になります。正直これはすごく難しくって、式場によって本当に全く違う可能性があります。なぜかって言ったら、もうこういうパックプランみたいな、もうこれが詰まった総額がこれって決まってる式場もあれば、はい、あの一個一個が細々やってるところもあるので、もう単純にじゃあお二人の今総額は10万円値引きしますよっていうところもあれば、いや、じゃあドレスを割引しますよとかっていうのはあったりすると思うんですけど、どこが割引しやすいんだろう。なんかその正直、これ話していいのかな、なんかその値引きって言っても、はい、その本気であげない方に値引きをしないと思うんですよ。あのそのそれ以上のもう全部キャンペーンの金額もやって、じゃあお二人のご金額これですっていう風になってる状態で、なんかさらに値引き値引き値引きって言ったら、それこそじゃあ値引き交渉をあの伝えなかった方もいれば、心の中でもうちょっと安いのがいいけど、でもこれで二人頑張ろうっていう方もいれば、いや言ってみたら安くなるかもよで言ってる方ももちろんいらっしゃるから、どのぐらいプランナーとかさ、式場としてはこちらサイドの気持ちで言えば、やっぱ本気を知りたい、はい、なんかすごくあの上からになっちゃうので、はい、別になんかそんなことをお客様に求めるってわけじゃないですけど、あのそれは2人のためでもあると思うんですよね。なぜかって言ったら、もう2人の一番のこだわりがドレスだったらドレスから割引しようっていう、あ、なるほど、2人がやっぱり一番喜ぶところをプランナーは多分割引したいと思うんですよ、値引き交渉いざってなったら、特定のアイテムじゃなくて、その2人だからこそ値引きができる部分があるっていうことですね。そう、 そういうことです。だから、本当にわからないのは、その式場によってももしかしたらそのプランナーさん自身があの権限をもう別に個人が持ってて、あの判断できるっていうパターンもあるとは思うんですけど、ほとんどの式場が絶対そこの責任者、支配人だったりとか、そこのチームの責任者のところにお二人がこんな風に金額があとはもうちょっとっていう風になってるんですけどっていう相談をしに行くと思うんですよ、はいはい、相談をしに行った時にですね、大体言われるのは、なんで値引き交渉なのかっていう、そのプランナーさん、接客担当したプランナーさんが上司に、そう、理由が確かに必要ですね。理由がないんですよ。そうするとなんかただ安くしてあのご決定してほしいだけでしょ、バンバンってなっちゃうけど、いや2人本気なんですと、2人ここであげたいと言ってますっていう風に、プランナーはプランナーで上司に値引き交渉をしに行くなるほど、段階があるんですよ。なるほど、その裏まで考えたことなかったです。そう、だからやっぱりあのそのプランナー自身もやっぱりお二人の思いを代弁して、あの値引き交渉にのこのなんかリレーみたいになっていくんですけど、あのあるから、そこで多分二人が一番嬉しいところを割引けるところは割引くと思いますし、もう割引うちなんてそんな受けてませんっていうところは多分一切割引なんてしないので、そこはその式場次第、言ってみないとわからない反応だと思います。だからありかなしかっていう話なんですね、そう、ただとはいえそういったお料理とかからなかなかお値引きするっていうのは難しかったりしますよね、今後人数によっても全然変わってきちゃうものだったりとか、あとは基本的にはお二人が絶対入れるであろうアイテムの割引だったりすることが多いんじゃないでしょうか。なるほど、会場見学までに決めておくといいことみたいなのを調べたら出てきて、あの日取りとか、ゲストの人数、予算でその見積もりを出すから、それは決めておいた方がいいって出てきたんですけど、それは本当ですか？もちろん、この見積もりを値引き交渉にかける、値引きをする、
交渉するなら、はい、もうお二人がこの日のここであげたいがあのないと、多分その日にちによって金額が違うんですよ。こっちの日ではこれくらい割引して、こっちの日ではこのくらいみたいなのはできないと思うので、うん、二人がもう例えばそこのスキー場気に入った、そこのスキー場であげるならもうこの日のここがいいです、うん、が決まった上で、多分そこのプランが今手元にあると思うので、それに対して値引き交渉するべきだと思います。もう旅行で言えば、年末年始のハワイ旅行ってすっごい高いじゃないですか、だいたい20万とかだけど、例えば全然オフシーズン の、はい、あの9月とかだったら10万円ぐらいで行け、2倍ぐらい値段が違うわけですよ。っていう中で2人が年末年始行くかもしれないけど、いや分かんないな、9月にするかもしれないけど、どっちにしても値引きしてよって言われても、同じようにそこを検討してる方ももちろんいる、同じタイミングいるし、2人は本当にどっちであげたいんですかっていうところからこうお話ししていくと思うので、自分がここで例えばハワイに行くならこの日が決まってないと具体的な話ができないというか、そこからの深掘りができないから、そうですそうです、決めておく必要がある、うん、あとは別にあの最初からよし値引き交渉するぞってなんかそんな月では行かなくていいと思うんですけど、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、例えばあのいろいろ式場の相見積もり、あのいろんな例えば 2,3 件見たお見積もりで、例えばどういうものが入ってて違うのかを見積もりを実際にその式場のところに持ってって見せて調整した上で、もっとこっちの金額になるんだったら決めたいなのかどうなのかっていう話をして値引き交渉する方もいますよね、上級者。なるほど、わかりました、うん、何か気になることありますか。そのいろんなところ式場を回って、うん、相見積もりをもらってその式場に決めたい、うん、けれども、うん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 、式場で当日に決めたら、うん、その方に割引しますっていう特典があるじゃないですか。います、はい、そこがちょっと不安です。確かにすごい多いですもんね、はい、多いし実際にありましたね、私の式場でもあったし、うん、それに関しては本当にその日にご決定しなかったら、うん、もう割引が無効になっちゃうっていうことは往々にしていっぱいあるんですよ、うんうん、例えばゾゾタウンだって、はい、あなただけのタイムセールってよく来て、はいはい、これ嘘だと思って次の日見たら本当に普通の値段に戻ってるみたいなもうなんか有無も言わさず前の値段にはできないじゃないですか、うんうん、だけど結婚式場であれば人を通してお買い物をすると思うので、はい、もし本当にやっぱりそこが良かったってなった時に一言尋ねてみるのはありだとは思います。これも尋ねる、うん、でもちろんないですっていうのが大半だと思うんですけど、まれ、うんうん、に、はい、なんか棚からぼた餅的なはっみたいな、はい、例えばその即決時で半分の金額ならっていうのが OK な式場もあるかもしれないですし、満額どうぞっていうなんかすごい仏みたいな式場があるかもしれないですので、あのそこもちょっと相談してみる、うん、心が大事なんですね、なんか気持ち温度温度はでもそうですね、大事かもしれないですね、はい、なんかそれはあんまりいいことではないとは思ってます、はい、やっぱり式場が平等に接客をするべきだとは思いますし、うん、なんかこの人には割引してこの人には割引しないみたいなやり方はあの絶対良くないとは思うんですけど、旅行とかさっき言った服とかって別に人を返さないで自分でネットでプッて買えるお買い物だけど、はいはい、結婚式って本当にその絶対人が案内してくれるもので、うん、その日にちにはいろんな思いがあったりとか、うん、もちろんプランナーさんもお二人を大切に思う気持ちだったりがあるので、心を伝えるのが大事なんてそんな別に心をあのお客様が伝える必要はないと思うんですけど、やっぱりコミュニケーションが大事ですね、うんうんうん、プランナーの気持ちとしては、はい、ここでお話しすると、はい、値引き交渉をしてくれたら嬉しいです。嬉しいんですか？うん、なんか私は嬉しかったです、なんか言っちゃいけないキンクワードみたいな感じで考えてました、うん、あ、でも、はい、うん、そうですね、なんか新入社員、新人の時は、はい、もう値引き交渉されたらもう半べそ書いてたんです、はい、怖いと思って、もうなんかお二人がすごいなんかあと30万値引きしろって言いますみたいなあの怖かったんですけどでもなんか先輩に、はい、これ解釈なんですけど、はい、値引き交渉はお二人が気に入ってる証拠だよって、はい、あの言ってたんですだからあ確かに欲しくなければ値引き交渉すら別にいらない、うん、確かに、あ、じゃあもう次行きますってなりますね、はい、
だから、はい、なんか値引き交渉をもうされるかされないかで言ったらされないで終わるが一番、うん、プランナーとしてもほっとしますしあのそれが正規のお値段なので、はいはい、いいんですけど、値引き交渉をもしできないですかっていう風に一言を言っていただけた時は、もしかしたら何か私を信じて頼ってくれてるのかなとも思いますし、あ、もしかしてそれぐらい気に入ってくださったのかなっていう、すごくポジティブに受け止めてました。人によるとは思うんですけど、私はなんか一緒にじゃあいい結婚式をしようっていうなんか合図にになってたんですね。なってました、うんうん、あとはもう一個思ったことはある。何ですか？あのもう一個は、はい、あの嬉しく思う反面、はい、あの反省もしてた。反省、うん、やっぱり自分のご案内でその金額に見合ってないって言われているのと一緒なんですよね、値引き交渉って、うん、だってディズニーランド行ってチケット値引きしろなんていう方いないじゃないですかディズニーランドの飲み物や食べ物がちょっと高くったってみんな当たり前って思うじゃないですか、映画館のポップコーンも、うんうんうん、だけど結婚式になった時に、あ、この値段に見合った案内ができなかったんだなっていう、これはもう猛反省です、プランナーは。だからきっと笑顔で値引きをもしされても、その後多分死ぬほど反省してるって落ち込んでるプランナーも多いかもしれないですこっち側としては本当にここであげたいけれども、うんうん、あとちょっとっていうところのお願いなので、うんうんうん、お互いする温度が高い状態って。あ、でもそうですね、なんかやっぱり額が大きいだけに、うん、なんか別に本当に安くしたいが目的じゃなくて、ちょっと背中を押してほしいっていう気持ちもすごいわかるんですよ、自分だったらきっとそうかなって思うので。だからまあこのちょっとのスパイスとして値引き交渉をまず伝えるところから、もし思ったら気に入ってここであげたいと思ってたら、言わぬ後悔より有効悔なので、ちょっと言ってみるのはありかもしれないです。そうですね、うん、はい、今夜は見積もり交渉ってありなしについてお伝えしていきました。かなりセキララにお伝えしてきました確かにこんなトークここ絶対ないですよね、うん、こんな絶対言わない、うん、私なんか大丈夫か自分が心配になってきた。なんかすごいマリさん振り絞って言ってるなって思ってたんで、今夜はかなりマリさんはい、今夜はまゆさんがかなりセキララに、はい、もうこうやって喋っていてもすごい必死で喋ってるのが伝わってくらいセキララに、見積もり交渉ってありかなしかについてセキララトークをしていきました。はい、名前に P 入れてくださいでもこんくらい、うん、プランナーさんもお客さんもすごい結婚式に対してやっぱり考えてるんだなって思うので、なんかあげたい式場が見つかったら、なんか見積もり交渉するのはやってみた方が、うん、やってみて損はないです、はい、別に何もいいなって、そうですね、うん、思いました。ではまゆさん、はい、今夜のセキララ総括をお願いします。はい、今夜ちょっともうでもトータル全部セキララすぎて、はい、なんか明日から道を歩けるか心配ですけど、うん、私はでもこういう情報って本当にどこにも載ってないので、うん、なんか聞けてすごい楽しかったし嬉しかったです。嬉しかった、はい、なんかこうやってプランナーさんがこうやって言うって、はい、正直勇気いることじゃないですか、うんうん、なのでそうですね、はい、こういう情報がをなんかお伝えできるのが私嬉しいです。よかった、キーちゃんが喜んでくれてでも、はい、なんか今回のまあ総括、セキララ総括としては、はい、まあ、見積もり交渉をしてくださいというよりは、うんうん、そのありかなしか言ってみましょうって、うんうん、もっと軽い気持ちでちょっと言ってみて、うんうん、ダメだったらまあそっかって思って、うんうん、ただなんかその中にはいろんなこう思いだったりとかあるのが、今日これで何か参考になることがあったかは分かんないですけど、はい、そうだったらいいなと思います。はい、金曜日のセキララジオでは皆様からのお便りを募集しています。 YouTube のコメント欄や Instagram、Twitter でもご質問やこんなことあったよっていうメッセージでも何でもお待ちしております。こうもっと聞きたいという部分がありましたら、第2弾第3弾と深掘りしていきたいなと思うので、何でもお待ちしております。次回のセキララジオもお楽しみに。おやすみなさい。バイバイ。